どうもどうも。ガチャをね、久しぶりに引く動画を撮ろうかなと思って。悠々白書のコラボイベントをやってくれたおかげで結構石溜まりましてね、今も135個もあるんですよ。で、今、劇獣神祭やってるってことで。ゲットしてやろうじゃないの。いいやつを。金の卵確定ってことは、シングルで回してもいいよね。シングルで、ドキドキ感をちょっと長く味わおうかなと思います。よし。135個やからな。27回?画面右の方がいい?俺もそう思ってた。このぐらいでいいか。じゃあ行きます。よっ。最近このエラーめっちゃ出るんやけど。何これ、ちょっと。さようなら。え、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。失礼しました。配信の準備でね、機内モードにしてたんですけど、機内モードにした上で Wi-Fi をオンにするのを多分忘れてたからじゃないかなということで。よし。改めて。よしよしよし。失礼しました。じゃあ、オーブ減ってないよな。よし。とりあえず、ガチャで、なんか限定のやつを引きたいなと思います。ウリエル何体おってもいいよね。よし、行くぞ。あと27回ガチャれます。27回ガチャれよっていう意味やんな、これ。ガチャる。はい。左にぐるんって回ったら、いいんでしたっけ?いきなり出ろ。猿な、猿な、はいはい。まあまあ別に1回で出るとは思ってないですよ。とりあえず持ってないワルプルーギス、ロビンフッド、ヒカリ、ダッキー、天草四郎は欲しい。どれかは。ああ。うん、チャンドラで、ウリエルとかも別にね、何体おってもいいやろから。あとはもう、まあ星5を持ってないキャラなんぼでもおるから、何でもいいです。結局何でもいい。よいしょ。来い。こいつ嫌いやわ、こいつ嫌いや。三国志とか戦国武将の女体化はやめえ。うん。人形劇三国志の馬長なんかすっごい青ひげやのに。見習え、あれを。いけ!いや、ロミオ4体おるからね。すくそ。あかん、やばい。これやばいぞ。これやばい。この流れ、佐五城とか出てくる流れや。くそ。佐五城とか、幸福の王子出てくるパターンや。来い!いや、あいつらがもうスーパーレアっていうのもうやめようよね。ああ、もう。戦国武将の女体化はやめえ。なんじゃこれ。なんじゃこれ。どこで攻撃すんねん、この武器。うっそ、もう25個、もう5回やったんか。まあまあ、まだ22回あるから。何がスーパーレアじゃと。
よいしょ。スーパーレア、お前らがスーパーレアって言ってるのはただのレアで。あ、何こいつ、見たことない、見たことないけど体が小さいから弱そう。何これ、初めてや。何この子。あ、全然コメントに反応ないからしょぼいんかな。しょぼ、誰やねんこいつもう、いや、ま、ちっちゃいからね、どうせ星4やとは思ったけど、星4やとは思ったけど誰やねん。まあでもパンツ履いてないかもって思ったら、まあまあ多少は価値あるかな。神宮寺桃香ちゃんね。ああ、レモンスカッシュピックやって。そうですか。あ、モンストイエロー。いやー、そのモンスト5の中でもさ、レア度にそんな差つけたらあかんよね。その戦隊ものの5人はやっぱみんなイーブンであってほしい。じゃあ次行きましょう。そろそろ来いよ、もう7回目やぞ。はい。いや、演出もいろいろあるはずやねんけど。なあ、星5の中では結構ええやつやけど、やけど何体もいらんよ。そう、もうこんな感じ、もうこんな感じ。まあ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 、どう思う、これどう思う。最後までシングルで行った方がいいと思う。一回10連行った方がいいと思う。逃げて一回5個、一回10連いこうか。一回10連いこう。金の卵確定10連ガチャ。いや、今は金の卵確定やねん。10連ガチャはマジックストーン付き。これで出んかったらちょっともうふて寝するよ、今日は。ロビンフード出た。いや、いいな。ロビンフード持ってないから欲しい。じゃあ、いきます。はい。この時点では何の演出もないな、今これな。頼む、なんか来てくれよっ。特に何もない、特に何もない、特に何もない。頼む。おっ、なんやこいつは。かわいい、かわいい。これは、あって言ってる。え、ヘッドシー、わからん。あ、あ、一応星5なんや。いや、でもそんなんじゃない。もうちょっと、いや、ちょっと待って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 、早い。うわ、ウリエル出てるー。おっしゃー。おっしゃー。やったー。よっしゃー。2体目。あー、びっくりした。あー、びっくりした。すっごいドキドキした。もうあかんと思った。あー、やった。2体目や。あー、さっきのそのケットシー。ケットシーだけで、なんかもう、ほら、やっぱ佐五条出てるし、ほら。一番腹立つケンタウロスも出てるし。あー、よかった。ヘッドシーっていうのは多分あんまり使えるやつじゃないよね。可愛いだけか。うん、闇にさ、闇に居場所ないよな。声は聞いてあげよう。僕と一緒に遊んでよ。まあまあ、お前を使って遊ぶことはないんですけども。そうですか。はいはい。よし。はあ、よかった、ウリエル出て。これやめときかな。
これえってかやっぱ10連のあの速さちょっと勘弁してほしいな。全部使い切るのはあれやから、まあ、言うてもまだ血統 C しか出てないからもうちょっと回すか。じゃシングルで。ねえ、ワルプルギス弾きたいよね、このお姉さん。いやー、強いんかどうかは知らんけどさ、このお姉さんはうん、いいよな。声は切り札は最後まで取っておくものよ。ギャンブルでも戦場でも長映画な。声も映画な。来てくれ。じゃあシングルでいきます。演出をさ見たいわ一回ぐらい。ほい、お前さっきのラストに出てきたやつやから一応声は聞くわ。じゃあじゃあ次行きまーす。打ってからの演出は、打つときに声がするのと、目のところにガチャッとはまらずに落ちるのと、あと顔が反時計回りに回転するやつかな。来い来い。全然こん。もうシンプル。あ、後に先にストライクショットって言うパターンな。あー、なるほどな。サビから始まる歌な。あと8回ね。あと8回。まあなんかあるでしょう。どうせこんなん持っててもしゃあないから、このオーブって言いつつも、でもちょっとは残したいな。あと一個ぐらい星5来てくれ。いけ。どや。おお、何こいつ。ちょっと小さいな。見たことないけどちょっと小さいな。ファントム星5やんか。いやでも愛しいクリスティーヌ、音楽の天使はここに。なんやねん。なんやねん、魔人なんや。いやーん、ゴミか。まあ一応星5やから、そのなんか、つけといてあるけど、選抜は。いや、でも来てるかもな。流れ来てるかもな。行こう。どんどん行こう。そろそろじゃあ、不思議な回し方していこうか。顎ガチャ知ってるから。顎ガチャしてるから、これは。あれ、こいつって。電池システム。なんでちょっと、信代ドラえもんに寄せとんねん、こいつ。あと6回か。しゃあないな。左足薬指ガチャ行くか。痛い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 。ああ、すごい、すぐパッていったもんだ。ちょっとためが足りひんかったな。もうほら左足出てるでしょ。左足出てるやん。あ、これで引いたから俺。
こういうことなんや。そっくりやわ。そんな貿易通用するかよ、ストライクショット。やばいな、やばいな。いやちょっと陰形ガチャはやばいわ。陰形ガチャはやばい。陰形ガチャは最終奥義やから、こんなとこでまだ出せへんよ。まだ5月やで。よし、ねえ、さすがにダメでしょ。こんなとこでスマホの画面触れるわけないでしょってとこでガチャ引くから。俺のこの眉間ガチャで眉間ガチャで星5引くから。なんかおかしだった眉間でガチャしようとしたら鼻がホームボタンを押してた。いや横向きやな、横向きにしてこう眉間。うわ、すっごい油ついてるわ。あれ引けへん、あれ引けへん、引けへん、あ引けへんわ。眉間ガチャ不可能やな。尾底骨ガチャか。え、ちょっと待って、どこガチャがいい。じゃあどこガチャがいいよ。どこガチャがいいよ。耳ガチャね。あ、耳ガチャいいっすね。これ服耳やからね。服はあるよね。じゃあ耳ガチャいくわ。ほら、いけてるいけてる。あ、いけてるよ。はい。プルプルしてたよ。いけ。最初にやったやつや、それは。お前は。10年か11年早いわ、出てくんのが。いや、やっぱりでも使った部位がこう目立つキャラが出てきてるよね。これは間違いないわ。ねえ、鎖骨ガチャ行くか。デベソじゃないねんな。鎖骨ってどこにあんのこれ。いけてる、いけてるよ、鎖骨。喉が閉まる。いけ。え、あれ止まってる、あれ止まってる。え、なにこれ、え、なにこれ。今何も触ってないのに止まってる。え、こんなことある、こんなことある。あれ。え、普通話したら元の位置に戻るよな。え、何これ。なんで止まってんねやろ。怖っ。逆鎖骨ガチャで行こうか。ああ、びっくり。何がとどめててん、あの場所にこの弾を。猿と仲ええ感じのやつやん、もう。おい、あと3回しかないやんけ。まあでも、まあまあ鎖骨感あったよな。え、ちょっと待って、一回戻ろうよ。どこや、どこやこれ。乳かな、脇か。脇ガチャか。あ、脇やな、確かに。
オッケーオッケー、ワキな。ちょっと待って、時間かかるわ。よし、マジか、マジか。脇が飛び出すことってある？人体で。よし、行くぞ。うん、あ、惜しい、あ、惜しいわ、うん、あ、惜しい、あ、惜しい。全然真ん中捉えられへん。どういうことこれ。いいよ。くっそ。え、俺脇の真ん中、え、これ脇毛のせいで、脇毛のせいで反応してへんってこと？反らなあかんのかな。真ん中は脇毛があるから反応せへんのかな。惜しい。来た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 。よし、いけ、はあ、しんど。これは出るやろ、脇キャラが。僕だよ。ほんまこいつほんまに名前変えてほしいわ。町の人たちが幸福でありますように。そのためにはまずお前が出てけえへんことや。あと2回かいな。うーん、父かな。うん、あかん。これ左の方がいいですね。いきます。いいですねってどういうこと。くっそ、くっそ。いや、やっぱ父で言ったらこういうさ、下品な、あの顔したやつが出てくるわけですよ。こう舌をこうベロって出した、こういうやつがさ、やっぱ関連してるよな。マジか、あと1回しかないやん。うん、ダッキーも持ってないねんな。舌、いや、ドン引きもええとこやろ。脇とか、デコとかなすりつけたスマホに。いや、でもちょっと。すげえ、新品かっていうぐらい綺麗になった。やっぱね、このセクシーさ、セクシーな こいつらをゲットするにはやっぱ口づけかな。よし、くそ、確定って言えや。俺のベーゼでワルプルギスを引き当てるから。
君が悪いんだよ。ストライクショット。キッシュ。これは来たでしょ。ここまでやったんやから。はい。食べ物が来るんだな。食べ物が来るんだ。そっかそっか。口で引いたら食べ物が出るんだな。どこまでも登ってみせるぜ。どこまでも登ってみせるぜ。ぜひこいつだけでハジャの塔を登ってほしいもんですね。50個残しといたらよかったな。10連でやめといたらよかったな。あれ右上ゼロってなってる。くっそくっそ。いやまあ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 、でもうん、でもウリエル2体目が出てくれたから、うん、え、結局でも星5がウリエル含めたら何体ですか。3体。え、しょぼ。あ、でも、ウリエル出てますから。いやー。まあ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 、良かったんじゃないかなと。ただ、最終的にはまあ、豆の木ジャックが出たのを、上半身裸で見つめる、ね、男性が、いるっていうことでね。ありがとうございました。またなんか、石溜まったら、やりたいと思います。お疲れ様でした。服着よう。